お三味線と尺八をここで教えております。本当に今皆さん耳にする音楽がアップテンポで、どうも時間の流れが早いのを感じると思うんですけれども、ここにも来ていただいて、こうゆったりした時間っていうか、自分のホッとするような贅沢な時間っていうのをちょっと感じていただければいいかなと思います。僕は主に琴の方を教わっております。一番の魅力はやっぱりその他の人と被らない趣味っていうのと、やはりちょっと洗練された音楽っていう日本の伝統的な音楽がやっぱり僕は好きだなと思ってます。やっぱり日本の文化のなんかその情緒のある、ちょっと癒される静かな音とかをなんか人間、日本人の心にすごく響くと思うので、私もすごくずっと長年の癒しになってます。先生とてもすごく優しくて親切で、とっても教えてくださるので、皆さん一緒に頑張ってみませんか。